アロハーホームレスの鳴上七九さんです。今回の動画なんですけれども、ホームレスなのになぜ生活保護を受けないのかに関してね、話していきたいと思います。もうね、ホームレスになってね2週間ぐらい経つんですけれども、ホームレス生活に馴染んできたかなっていう感じであります。まあそうは言ってもホームレスって結構大変ですけどね。夜とかさ、寒い時があるんで凍えながら寝てる時ありますよ。まあでもね、そういった時でも1ミリたりともね、生活保護受けたいなとか思わないんですよね。で、僕が生活保護を受けない理由は何なのかに関してなんですけれども、働きたくないからです。これどういうことかっていうと、生活保護っていう制度は働きたくても働けない人を支援する制度なんですよね。働きたくない人を支援する制度ではないんですよ。働きたくない。でも、仕事する能力は普通にある。それで生活保護を受給する。それは不正受給になります。僕は不正受給なんかしたくありませんし、働きたくないと、この意思は変わらないので、だからね、生活保護を受けてないんですよね。まあ、ホームレスの中には、人に頼るのが恥だ、人に資料を拭いてもらうのが恥だ、だから生活保護を受けないんだっていう方がね、いらっしゃるんですけど、僕はそういった考え方は全くなくて、働けるのに働かなくても生活保護もらえるんだったら僕もね、もらいたいですよ。でも現状それは不正受給なのでもらえないんですよね。まあ動画の最初の方でも言った通り、ホームレス生活で大変なことはありますよ。寒さとかさ、洗濯とかもさ、水道でさ、自分でやんなくちゃいけないんですよ。でもお金かからず生きていけるんだったら、僕はその方がストレスが少なくて済むし、ありがたい。働いて、例えばなんか人間関係でストレス受けたりとか、会社からね、必要のない人と扱われたりとか、客からね、お前なんかもういらないみたいに扱われたりとかしなくていい。ストレスをホームレスで受けられるなら、俺はね、その方がありがたいかなって思ってます。だってさ、別に洗濯はさ、水道でやればいいし、お風呂もさ、水道でね、そこら辺の公園とかの水道でやればいいし、ね、あと服とかさ、くれる団体とかあるんですよ、タダで。もちろん食べ物もタダでくれる団体とかもあるし、寝袋とかもタダでくれる団体があるんですよ。だからね、ぶっちゃけ0円で生きていける環境が路上とかね、まあ俺は河川敷にいますけど、河川敷には揃ってるんですよ。まあだから別にね、働いてお金を得て食べ物とかお風呂とか得なくても、こういったね、河川敷とかでも0円で手に入るんだったら、俺は働かなくて0円で手に入れた方が幸せだなって思うんですよね。まあ、だから俺は生活保護を受けないっていうことなんですよ。はい、ということでね、ご視聴ありがとうございました。ホームレスなのに生活保護を受けない理由をね、話してきましたけれども、まあ今後ね、考え方が変われば生活保護を受けるかもしれないですけどね。なんか働きたいなとかって思えばね、まあそうなるかどうかは分かりませんけどね。っていうことで、アロハ。